戦 B グループは、前回ついにシーズン女王の座まで上り詰めた小泉夏実、同じく第7シーズンチャンピオン決定戦2位と大躍進の鶴井亜奈美、早くも公式戦2勝を挙げたスーパールーキー山田由紀の対戦。勢いに乗る若手が顔を揃えたこのカード、激しい打ち合いの結末は果たして。A グループは坂本が2大会連続で準決勝進出、小林愛実が次回出場停止となった。続く1回戦 B グループ、戦うのはこの3名。逆襲のベイビーフェイス小泉夏実、これで完全に川崎の女王ではないですか。そのイメージを破り全日本女子プロボウリング選手権優勝、そして今年9月に行われた NK チャリティーカップで早くも優勝して山田由紀、若い選手ともに21歳です。鶴井はね、第63戦の準優勝ですからね、はいはいはい、うん、勢いあると言っていいでしょう。第7シーズンは優勝小泉、第2位に鶴井亜奈美、それからこの前の63戦でも鶴井はね、第2位という成績を上げています、はい、さあ川崎グランドボールに強い小泉がいきなりいったストライ、もう当然という感じですよ。練習ボールね、でも迷っていたんですよね。あ、そうですか、はい、ほう、小泉の場合は、割合内側に立って10枚目からぐーっと曲がるボール、この鶴井はいかがでした。はい、やっぱりでも外外にみんな今日は行ってますね。あ、アウトサイドですね、はい、残念1本残りました。そしてこれから投げるのが、なんと全日本女子を見事に取りました山田由紀。あの時はすごい選手を倒してですもんね。そうですね。さあどうか、おーと惜しい、吉田、松永、姫路というね、はい、ビッグ3をことごとく倒しての最年少全日本優勝ということでね。2015年、昨年ライセンスを取ったばかり48期生山田由紀、まあ、新世代のカリスマという ね、 そうでしょうね、キャッチコピーすごく合ってると思います。お、新世代のカリスマ。さあこれをカバーしました。鶴井亜奈美サウスポー、こちらのキャッチコピー、フレッシュサウスポー、右にポン、はい、カバーしました。左に移って小泉です。小泉の、まあ、フランチャイズではありますが、強さはどういう点なんでしょうね。やっぱり精神的にこう一皮向けましたよね。大人になったというか、いつもおどおどしてるふりはするんですけれども、全然ね、こうどっしり構えてプレーできるようになりましたよね。ああ、そうですか、ね、まあ本当に普段は子供っぽいという感じすらする小泉ですがね。やっぱり前回のシーズンチャンピオンもね、本当最後の最後でパンチアウトして、うん、ターキーを持ってきての優勝でしたからね、はい、強かったですね。あれが本当に嬉しかったですという小泉。さあ、スリー、あー、持ってきた、スリーが来ました、リフレストライ。小川さん、はい、藤井さん、鶴井なんですが、はいはい、鶴井は栃木の作新学院高校出身なんですが、そうですよね、水泳の金メダリスト萩野公介さんが1個先輩で、お、話したことはないけどお互い知っている存在だったということなんです、ね、そうだそうだ、萩野選手が、これは大丈夫。それからそういえば作新といえば今年の夏ですね、はい、甲子園見事優勝ですよ、まあ、鶴井にその辺もねちょっと聞いたんですけどね、もう今年の夏はオリンピックと甲子園でもう興奮でしたと、はい、本当に嬉しかったみたいですね。さあ、そして P リーグでは私の時代というものを作りたいでしょう。さあ山田が来い、いた、これはいいコースに入りました。
小泉、鶴井、山田の対戦となった1回戦 B グループ。ゲームは全員ノーミスで第3フレームへ。さあ3フレ、小泉いけという小さい声。まあ普段から派手なジェスチャーはないんですが、私体は小さいんですがフォームも何でも大きく見えるようにしたいんですという言います。さあ左の鶴井が9本スペアストライク。さあコース見てください。いけ、あなるほど、外いっぱいからですが、そうですね、はいはい、うまくレーンに対応してますよね。おお、さあ鶴井と同年21歳山田裕貴。うわー投手、まあ、体に恵まれてまして、非常に明るい大型新人というふうに言っていいでしょうね。そうですね、もう性格もすごくこう明るいポジティブな、そうですよね、はい、素敵なこう性格をしてますね。さあこれは3本ありますんで、はい取りました。小泉山田全く並んでいる状態です。ただ3フレでストライクが来てまして、続けられるか。いやー惜しい。さあまだまだ並んではいますが、スリーが2つ来てまして、スターキーが来い、おーっー最後に10番ピン倒れました。いやー、しまった、いい戦いになってますね。そうですね、あの鶴井は第7シーズンも1回戦勝ち上がり、はいはい、第7シーズン第2戦も第1回戦は、ね、勝ち上がって、はいはい、そして第3戦で決勝まで行ったということで、ね、はい、でしたね、非常に今安定してこう、そうですね、成績を出していますよね、はい、それで、第7シーズンチャンピオン戦に上がって、もう惜しくも2位ですからね。さあ、あーっと山田右に1本残りました。これは大丈夫ですね。この後も三者譲らぬ激戦が続く。注目の1回戦 B グループ、ホースのかかる鶴井の第5フレーム。鶴井が、うわー届かった。ここは続かずスペア。小泉山田もマークし、ゲームは第6フレームへ。前回第7シーズンチャンピオンです。お最後にポーンと叩いた。10番ピンが倒れて左で持ってきた、はい、左で初めて持ってきましたね。ですね、はい、わーはーはー、スリーがいった。あー見事なストライク、いいですね、はい、完璧なストライクでしたね。あ、まあ、こうして見ると、第7シーズンのチャンピオンを争う戦いから、この2人がライバル関係が続いている B グループです、はい、さあ山田の方はどうか。うわー投手、まあ、それにしても3選手ともミスなく、はい、きちんとした戦いをしてますよね。そうですよね。これもこれも、あーっと伸びます、あー危ない。さあここで、第7フレーム、はい、6フレームが、ね、鶴井と小泉がストライクですから、はい、ここで差を広げるか、あるいは差を縮めるのかといったところですね、うん、なるほど。まずは小泉が先に投げますので、はい、ダブルを出して、今2マークの差を2マークですね、1マークに縮めたいところです、はい、続ければ少し追いつくという終盤に入る
はい、終盤に強いというイメージあのみんな持ってるでしょうからね。小泉は終盤に強いというイメージをね。さあ大事な七振れはいやつながってきました6-7。さあ今のダブルを見て鶴井が見て、はい、見てどういう精神状態でどういうプレーをするのか、はい、非常に興味がありますね。ここで来るとまだ相変わらずリードを保ってということになるわけです。さあどうか、おーと、いいわけでしょう、はい、うまく投げたと思いますけれどもね、ええ、少しだけスピードが出過ぎちゃったのかなというところですね、うん、あ、そうですか、はい、あ、山田はボールを変えてきましたね。なるほど、このブルーに、はい、どういう意図なのか。おお、来ましたよ、来ましたよ。今のはどういう回転ですか。はい、少しさっきよりも、ええ、走るボールなんですけど、その分外に出ましたね、はい、ラインを外に出しましたね。さあ山田も来た。さあこれを、さあここで試合が動くかもしれないですね。この後行き詰まる接戦の決着。1回戦 B グループは7振れまでを終え、小泉と鶴井がトップ並走。それをワンマーク差で山田が追う展開で第8フレーム。ここからが強い小泉夏実です。いいコースだ、来た来た、いや強い、最後まで諦めないプレーを見てもらいたいんですというふうに常々言う小泉が、いや諦めないどころか終盤のこのストライクダッシュ。さあ次はここ気持ちを切り替えて、そうですね、はい、そうですね、ついていくにはここで一つ、いやいやまだわからない、鶴井小泉の戦い、第8フレームともにストライクきました。これでワンマークでついていきますから、そうですね、はい、ナイン点勝負に持ち込めますね、はい、さあ一方の山田幸が、はい、山田もここでねストライクを持ってくるとワンマークに縮まります、はい、そうなんですよね、はい、そうなんですよね、けけけ、うわー、あーよかった、うわ、今ね、うまく投げたんですけどね。あ、そうですか、はい、来るかなと思いましたけれども、うわ、残念ながら、まあ、でもまだ9本カウントだったんでね、いいと思いますけれども、そうですよね、さっき の3フレのスペアもそうだったんですけど、うん、左側のスペアがちょっとね、これ、はい、大丈夫ですね、はい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 、なるほど、まあ、ストライクを狙いすぎると力が入ってしまうので、こういう場面では気を休めながらリラックスするようにしていますというんですが、残念ながらストライクは来ませんでした。あ、子供さん、小さい子供さんが大勢来て、いずれこの舞台に立ちたいという女の子も、うん、いっぱいいるでしょう。終盤の戦い、9フレに入ってここでも来るのか、うわー、コースが来ました。これは鶴井にプレッシャーですね。そうですね、まあ、6フレ7フレのダブルで、はい、こう鶴井にプレッシャーを与えてというところで、ね、鶴井のミスが出て、はい、まあ、この勝負どころを、ね、自分で作ってしっかりこうついてきましたよね。一気に来ましたね、はい、さあもうもう、あれ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 、さっきはスピードが出てしまったというようにおっしゃいました、はい、いいコースには行ってるんですがね、少し外目から、さらに外目から行ったようなんですけれども、ーはーはー、左側のレーンではセブンピンを3回連続残してしまってるんですね。もう3回になりますか。自分なりにこう一生懸命考えてはいるんですけれども、なかなか厳しいですね。さあこのボールでどうか、山田、おいしょ、あー、惜しい。これで山田の場合は小泉にはまあ3マークがついてしまってますからね。そうですね、スリーは先ほどこのセブンピンをミスしてしまいましたからね。はい、さあどういくか、はい、正面から行きました。
さてこれでですね、はい、鶴井と山田のさんが11ピンなんですよ。そうなんですよね、はい、テンフレームでひっくり返るのがありますからね。はい、あおいしょ、ご紹介してますが、トップは準決勝に進んで3ポイント、第2位は1ポイント、第3位は次回欠場ということになりますので、これ鶴井が今度は下の方とのちょっと気にかかる戦いになってきました。さあ突っ走る小泉、この流れを見るとまあ心配ない、まだそうですね、行きそうですよ。さあどうか、うわ完璧なストライク、ポケットに入りました。まあ勝負どころを逃さず ね、 すごいですね、本当に後半強いですね。さあ鶴井は、はい、これで、はい、パンチアウトするともうあの2位が確定しますけれども、はい、残すようですと山田とのピン争いになりますね。薄い、おうわこれはラッキー、これで210アップまでは持ってきます。そうですね、今のストライクは大きいですね。そうですね、はい、カウントを落とした場合山田がね、まあ、パンチアウトで206までありますから、はいはい、もう小泉の場合はこれでもう218、そして230台まで持っていこうという、いや終盤の大逆転です。さあ鶴井、はい、これも鶴井はもうこの後スペアでもあの大丈夫ですね、2位が大丈夫なので、はい、スプリットを出さないようにすることです。あいやこのストライクが7フレに出ていたら、さあ強い小泉が最後の一投、これで238ピンまで持ってきました、はい、いや相変わらずのスコアですね。さすがですね、はい、いや鶴井もね本当にそうなんです、もったいなかったな、はい、うわパンチャー、はい、右側のレーン全部ストライクなんですよ、ね、逆に左側のレーンは5回投げて1個しかストライク出なかった、はい、1つですかね、はい、残りが全部セブンピンを残してしまったアップしてしまったんですよ、ね、その一つを逃して、はい、うわですからこれ現在結果見ると2マークでしょ、はい、ね、7船がね、あさてこれでもう届かなくなりましたが、はい、1回戦山田は残念ながら次回欠場ということになるわけです。さあ山田の将来いかがでしょう。ああもうすごく楽しみですよ、はい、ボーリングもいいですし、うん、性格的にも、ね、前向きだしね、はいはい、本当にこの世代って釣りもそうですけれどもすごく揃ってるんですよね、うん、あ本当ですね、はい、うん、193ピン、次に期待しましょう。打倒小泉はなりませんでした。小泉準決勝進出。1回戦 D グループは238のハイスコアで小泉が勝ち上がり、山田が次回出場停止となった。ボールを変えたりとかいろいろやってみたんですけど、なかなかやっぱり天秤飛ばなくて、どうやったらストライクになるのか小泉さんを研究しようと思います。セブンピンミスはダメですね。セブンピンミスってからもうストライクで取り戻そうとしたんですけど、左のレーンが全然分からなくて、セブンピンタップがやっぱり多くてちょっと攻略できずに終わってしまいました。本当に勢いのあるフレッシュな2人で絶対打ってくると思ってたので、すごいいつも以上に集中して投げました。この勢いで準決勝も、はい、ぜひ勝ちに行きたいと思います。Bリーグの魅力と疑問を徹底調査、キュート中島咲希のちょっと気になる。今回のテーマはお休み明けです。話してくれるのは本間成美プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第5シーズン以来久々の B リーグ出場となる本間プロ、第8シーズン出場の気持ちはいかがですか。はい、
前回出ていた時はプロ1年目だったんですけども、うん、今は3年目になりまして、うん、後輩の子も結構入ってきてたので、うん、また雰囲気も違う感じで、なんか初めて来たような気持ちになってます、うん、今大会では練習してきた中でどういったプレーを見せたいですか？はい、一球一球しっかり投げてスペアを取ることと、あとテレビで表情が硬いってすごい言われてしまったので、自分らしく楽しく投球できればいいなと思います。今シーズンの目標を教えてください。はい、まだちょっと1回戦を勝ち上がったことがないので、まず準決勝に進んで決勝までいければなと思います。お休み明けの今シーズンは3試合全部出場することです。参戦マーク4点2をマークした安藤がワイルドカード候補。ハイスコアと勝利が求められるこの一戦、決勝に勝ち上がるのは果たして。残り1枠となった出場権を川崎を含めた4名で争う状態です。初第2試合、戦うのはこの3名。北海のスーパーヒロイン、大石奈緒。本当にマツコが好きです。この決勝も応援するからね。応援を力に変え決勝進出を狙う逆襲のベイリーフェイス。小泉夏実。ここで勝たないといけないですね。現在8ポイントで5位の小泉。チャンピオン決定戦出場のためには勝利あるのみ。勝ち上がるための心構えは？いや、もう粘り強くついていきたいです。持ち味の粘り強さで勝利を目指す。準決勝第2試合、丸山隆史プロとお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鶴井荒美が246で決勝の舞台で松見です。そしてなんとワイルドカードが242、安藤です。高いですね。このスコアは高く険しいスコアですけれどもね。はい、でも水野さん、一つだけいい材料があります。はい、1回戦この3名、うん、縄230、小泉227、うん、大石220、全然いけると思います。もちろんです。さあ、いろんな側面からこの準決勝第2試合を見つめていきましょう。トップ先陣を切る小泉夏実、一投目です。まあ、それにしても前回放送の準決勝第1試合、最後鶴井と安藤のあのデッドヒートはすごかったですよね。そうですね、ストライク合戦すごかったですね。見応えありました。縄明です。1回戦は230というスコアでした。ちょっと裏、5番ピンが残ります。珍しいですね、縄明の1投目。小泉夏実の1フレ2投目、10番ピンをきちんとマークしていきます。ナイスケアです。縄明の2投目、5番ピン正面からマークしていきました。さあ、そして大石奈緒、220というスコアで1回戦 F グループの勝者として上がってきました。1投目です。よっしゃ、破壊力ありますね。現在のポイントランキングは13ポイント2です。その上が鶴井荒美、18ポイントダントツ。そしてこの準決勝で顔を揃えた小泉夏実が8ポイント、縄明は現在13位で4ポイントです。当然3人ともトップ抜け、決勝の舞台で優勝の二文字を目論んでいかなくてはいけません。小泉第2フレーム1投目、熱い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 。
縄明は今度は右側にレーンをチェンジします。どうだ、よっしゃ、止めた、よく持ってきましたね今の。いや最後7番から5番ピンを最後にリアクションで倒していきました。ストライクです。こういう日にはきちんと難しいピンだったんですが3本払っていきました。安藤が今ワンショット、そう彼女が持つスコア242がワイルドカードです。大石、よっしゃ、ナイスポッチ、ナイスボールです。今のは綺麗な弧を描きましたよね。完璧ですね。よし出したぞ、よっしゃ、ストライク、はい、名は小泉大石の対戦となった準決勝第2試合、ターキーのかかる大石の第3フレームは、ここはストライクならずスペア、小泉のアームをマークしゲームは第4フレームへ。小泉まだそのままのボールですね。ここが一つポイントになりますかね、第4フレーム。そうですね、そんだけ自信があるんでしょう。少し出したぞ、よっしゃ、ストライク、素晴らしい、自信って強いですね。明らかに先ほどの左側のこの37番で投げたフレームとはちょっとやっぱり違いますよね、うん、そうですね。今は秋第4フレームです。これは結果的に割れなかったから良かったものの、なあちょっと最初のスターティングフレーム1番もそうですけど4番もちょっと左に引っ張ってますよ ね、 すね、ボールが左にこぼれ落ちたままボールが指から離れていってしまいますね。珍しいです。さあ大石、よーしゃ、ナイ、一番自信持ってるのはこの大石、投げ間違えさえしなければ私は大丈夫という顔つきですよね。縄はこの2本をマークに行きます。ほぼ3人が並んでいます。中盤に入っていきます。第5フレーム、小泉外に出した、うわ、今度は薄い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 、このままここでこうやって攻めていくんですかね。もう半分のフレーム使いましたけどね。ボール選択もしくはライン取りを変えていくのかというところも、小泉の中にはボールのなんか変える要素を考えてなさそうですね。なわきです。あっと、あっと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 、これは一番いけない形にボールが突っ込んでいきました。このような展開ですとこの3人の中で大石が楽になり、全体では安藤が楽になっていくわけですよね。なるほど、ワールドカードを保持している安藤ひとみ242、ここは1本マークしておきます。さあ縄がここで厳しいスプリットが立ちはだかっている、狙ってる、でも出ていかない、テイク2です。ここでオープンフレーム、縄明、そしてこの3人の中ではきちんと自分のリズムと自分のボーリングを展開している大石、どうだどうだ、強い、あここは逆に来ないんだ、ここは来ないんだ、絶対来てもいい、はいはい、自信持ってましたしね、どうでしたね、一人だけマイペースで進める大石、あーっとっとっと、いけませんね、マジか、大石と小泉さん一品差になりました。この後も行き詰まる接戦が続く。準決勝第2試合は5フレまで終え大石と小泉がトップ並走、それをワンマーク差で縄が追う展開で第6フレーム、どうだ、
倒れるか、あー惜しいですね。大石のイージーミスを見て一番表情が変わったのが縄脇でした。ここで本来の縄のラインとそして軌道を描けるかどうか。どうだ、おっとこっちもですね、もう少しだけ食い込みが欲しかったか。7番ピンが残ります。これも決して楽じゃないこの環境における10番ピン。縄は7番ピンに向けて、はい、まあ、このワイルドカードはね242ですから、もちろんここを一つのハードルというか数字としては捉えているとは思いますが、トップ抜けの方が精神的には楽なはず。倒れるか、惜しい。ここは9本です。この時点で確定しましたね、はい、全員が242ピン以上もういかないんです。全部ストライクでした。もう1位狙いの本当にシビアな戦いが始まりますね。さあこの段階でも安藤ひとみは決勝の舞台へのチャンスを手中に収めています。正面から持ちます。いやー242というこのスコアは本当に安藤ひとみ立派。この3人に見事にプレッシャーかけましたから ね、はい、鶴井穴美安藤ひとみが決勝の舞台で残りの1人を待ち受けます。それはこの小泉なのか縄なのか大石直なのか。さあどうだ、ここに来てボールを変えない、でも手首の返し方をちょっと変えてきているようにも見えますが、今は極力やっぱり左にボールが食い込んでいくのを抑えながらちょっと手首のバランスというか加減を使ったようにも見えましたが、どうでしょう。そうですね、なお逆にしっかり外へうまく投げた。熱いか、はい、シャストライカー、分かんなくなってますね。縄はストライク3位ですけどトップと11ピン差。ここもとっても大事な10番ピンです。ここを10本倒せば多いし、どうだどうだ、あーっとっとちょっとリリース悪かったですね。音もダダダンっていう音が聞こえたと思います。スムーズな離れ方ではなかった。なんと小泉と大石並びます。112で並びました。ここはきちんと回ってきました。この後接戦はクライマックス、決勝進出を果たすのは誰。準決勝第2試合は7筆まで終え、依然小泉と大石がトップ並走。それをワンマーク差で縄が追う展開で終盤第8フレーム。後ろでは縄がストライクで次投げる立場になってますからね。いい感じだ、とボールがあそこから思った以上にリターンしてきましたね。カウントダウン1桁台0、縄チャンスが巡ってきましたよ。ここから縄がオールウェイしていくとだいぶ様相が変わってきます。まずは2つ目持ってくれるか。第8フレームです。どうだ、うわ熱い熱い熱い、ケースビア2本マーチです。僅差の中に3人が熾烈な戦いを繰り広げています。まあ、言い換えれば誰が先にそこに対して
ストライクで先に行くかということなんですが、大石どうな。よーし、ラストペー、大きいストライクですね。これは値千金です。これはきちんとストライクを持ってきた。ただ今の大石のストライクでお尻に火がついた名は小泉、ものすごい集中力出してくるでしょうね。この2フレーム終始このボールに勝利を託した小泉夏実。そっから第9フレーム、けけけ、あーだっとじりじりっと後ずさりですね。まあ1回戦ではあの入射角でストライクは来てましたからね。あミスです、ミス、ミス投球、タイミング合わない投げ方しました。自分との戦い中盤ピンをマークします。余裕が生まれるぐらい大石にはチャンスが巡ってきてるんですけどもね。どんでん返しもありますからね。スプリットだけは要注意です。大事な第9フレーム、ダブってこれるか。よーしゃ、よーしゃ、よーしゃ、力強いですね。さすがです。大石が縄とそして小泉を抑えて、小泉との差13ピンは最低でも離れてますからね。この準決勝を勝ち上がっていくんでしょうか。さあパンチアウトの1投目になるかどうか。うわーっとっとっと、やっぱりボール選択に無理があったような気がしますね。たらればの話になってしまいますが、さあこのまま秋の1投目どうだ。本です。残念ながら飛ばなかったですね。小泉ここはきちんと3本マークします。反省材料としてこれは生かしてほしいですね。ちょっといただけない準決勝の試合のゲーム運びでした。最後はストライクフィニッシュです。186フィニッシュ。最後はストライクフィニッシュ、長明182です。大石、大きなスプリットじゃなければ大丈夫ですが、止まった。今8フレで158です。2本ですと 18.5、 9フレに達しますので176、 8本、184取りに行かなければいけません。3本ですと同点まで行く可能性ありますね。こんな土壇場でものすごい集中力でいってほしい。見つめましょう。どうするどうする、大逆転になってしまいましたね。なんてことだ。なんと186フィニッシュの小泉夏実が決勝進出。小泉が5大会ぶりの決勝進出。スコア242の安藤がワイルドカードを獲得した。この結果ポイントを11に伸ばした小泉が3シーズン連続のチャンピオン決定戦出場を確定させた。あの投げ方がちょっとひどかったので、
多分本当久しぶりの準決勝で力が入ってて予選の時みたいにきちんと投げれなかったです。思ったように投げれなかったですね。ちょっとダメですね。集中力が足りなかったです。バカだな、もうチャンスだったらいいな。もったいないことしちゃいました。結局最後までレーン分からず、投げたいところにもいまいちしっかり投げれずで、とにかくスペアだけを拾っていこうってなんとかノーミスでいけたんですけど、まさかあの天狗で逆転できるとは思ってなかったです。 B リーグの魅力と疑問を徹底調査、キュート中島咲希のちょっと気になる。今回のテーマはテーピングです。話してくれるのは安藤ひとみプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボーリング場によっては気温とか湿度とかも違いますので、うん、あんまり寒い気候の中だと逆に細くなったり、私は特に変わりやすいのですごくそこら辺は敏感に直してますね、うん、そうなんですね。テーピングは安心させてくれる貴重な存在です。の B リーグ第9シーズン第2戦、舞台はいよいよ決勝戦。今日こそ必ず優勝して帰ります。連覇したい。たまって果たせなかった優勝をしたいと思います。激闘を勝ち抜いた3名によるファイナルバトル、第68代女王の栄冠を手にするのは誰になるのか。予選を前にどう変動するのか。準決勝第2試合は安藤が2大会ぶりの決勝進出、今シーズン3年ぶりに復帰の長谷川がワイルドカードを獲得した。そして迎えた決勝戦、 B リーグ第9シーズン第2戦決勝戦に出場するメンバーの入場です。まずは QTI 安藤ひとみ。第36戦からの P リーガー、できないことをするのではなく自分に何ができるかに挑戦します。さあ初優勝なるか。長崎発ポジティブ娘小池咲希。小池咲希、前回67戦で早々と優勝、長崎発ポジティブ娘は連覇を目指します。そしてマシュマロスマイル長谷川まさみ。 B リーグスタート早々第3戦から出場、長い B リーグキャリア、イップスと戦いながら初優勝目前です。さあ68戦の決勝を迎えました。いやー丸山さん、はい、今日はある時に矢野さんもおっしゃいました、番狂わせと、はい、いうような感じでいいんですかね。そうですね、もうこの第9シーズンの第2戦は A グループからもう混戦始まりましたね。ねえ、まあこの中で小池は前回見事に優勝して連覇を目指します。さあこの3人の戦いは、まずは安藤ひとみ。こいこい、うわー来ました、スタートストライク。まず3人の特徴を簡単にお話しいただくと、小池ですかね、はい、一番このカセグランドの天秤を苦にしてない投げ方を印象的に受けてるんですよ。あらあら時玉しか残らないでしょみたいな感じで、おや、はい、結構ずぶとく投げてくれてると思います。そのスタートはあーっと熱い、はい、うわちょっとミスですね今。
そのミスもですね、本当にごくわずかな部分で来てますので素晴らしいですよね。強いですよね、はい、一方安藤の部分、はい、うまく手前のところスピードを使いながら、はい、上手にこなしているところでここまで上がってきましたよね。長谷川は1回戦では非常にイップスに苦しんだんですが2回戦以外に良くなったんですね。そうですね、長谷川もなんかノリに乗ってくるかもしれないですから、はい、一番ダークホースですよね、はい、小池スペアです。どちらかというと体のタイプでいうと小柄のメンバーが揃いながらもタイミングと体幹をどれだけうまく使いこなすかというところが一つのテーマになるかもしれませんね。さあ1フレー来まして、わーっと10番ピンが残りました。しかしこの小池は前回も早くも優勝しましたが安藤と長谷川がずっと出ていて初優勝の緊張というのはあるでしょうね。そうですね、もう欲しくて欲しくて優勝止まらないでしょうけどもね、ここはぐっと我慢してなんとか頑張ってほしいですよね。そうですよね。おっと小池がストライクが来ない。全くもうボンミスはダメですからね、しっかりとゲームは作ってほしいんですよ。これがいけない、これはもう一番いけない部分を出してしまいましたね。出ましたね。小池の方はこれはスペア、まあ、一番丁寧に投げているのはこの長谷川だと思うんですよね。やはりイップス の部分でありますから、はい、もう丁寧に投げざるを得ないので、はい、そうでしょうね、はい、だから自分のことだけにも集中しているのは、うん、はい、嫌な方でもこの長谷川なので、はい、その部分をうまくプラスでゲームに生かしてほしいですよね。ただこうしてみますと何回か止まってもいざ投げるとボールは確実ですね。はい、うわー、おー、投手、うわー、珍しい。今スピードも落ちましたか。そうですね、少しちょっとタイミングが悪かったですね。さあここは思い切って右3本からいきましょうね。どうか、面白いですよ。はい、はい、もう少しでしたね。おやおや、ストライクスタートだったんですが残念、2フレオープン。さあ安藤ひとみ2位というのも3位というのもあったんですが、いやーと優勝はまだ。こうなってくると確実性安定性で小池やや有利かなという丸山さんお考えでした。しっかり下半身を特にステップ最後のフィニッシュまできっちり使ってから手の動きに入ってきますよね。その小池がさ、ようやく来ました3フレー。隙が少ないですよね、はい、今安藤が一番こう力みが少し見えてるやっぱり状況、はい、左です。いいですね、はいはい、これから投げる長谷川が思わぬ2フレービッグファイブ、これでオープンにしてしまいまして、まあ、もうすぐ嫌なことを忘れられるのがトップの選手のね一つの、はい、宿命ですからね。熱い、あーと危ない危ない、ちょっとリズム狂ってきましたよ。そうですね、ボールに勢いがないですもんね。一旦もう手からボールが離れれば結果は非常にいいという今日の長谷川ですが、これもはい取ります。この後も白熱の展開が続く。さあどうか、いったかー、はい、いやー来ました、いやー強いボールだ。小池、長谷川、安藤の対戦となった決勝戦は3フレまで終え、1人ノーミスの小池がトップ。ゲームは第4フレームへ。うん、大きい音がして、うわーと残った10番ピン、よくなってきましたね。あ、そうですか、はいはいはい、後半期待したいところですね。さあまずは順調に来た小池崎、長崎出身、うわー強いボールだ。
ダブルが来ました。もしこれで勝ってしまうということは2連覇ということですね。そうなんですよね。そうすると第3戦勝ってシーズンチャンピオン勝ってのグランドスラムでも夢じゃないってことなんですよね。本当ですね。そうですね。さあ今度は大丈夫でしょう。はい、あー、なんとか。この準決勝終わった時点のポイントでは小池15ポイント、これで勝ちますと一気に20、そうですね、ということですからね、はい、仮に3位でも16ポイントですから、かなりシーズンチャンピオン決定戦の出場権を固いですね、はい、そうですね、手にする展開になってますよね、はい、シーズン戦は今回第2戦、次回第3戦、そのトータルポイント上位3人で争われます。チャンピオンになれば賞金100万円。さあ、いた、入ったか、うわー、惜しい。スペアをこれを取りました。安藤はリフレに痛いオープンがありまして、焦らなければいいんですけどね。そうですよね。初優勝へ。いやーと、これも10番。準決勝はあれがストライクになってたんですよね。そうなんですよ。頭の混乱をしてると思うんですよね。なるほど。どうしたらいいんだろう。ボールなの？それとも何、うん、というところでしょうね。さあ、ストライクが来て。あー、小池爆発ターキー。本当に天秤をうまく倒していきますよね。他の選手よりも一番苦労してないような投げ方。もう表情もそういう表情をしてくるので。そうですね、はい、はい。さあ、安藤は落とせませんよ。はい、この決勝に向けてボールは決まりましたかと言ったら、え、もう決めてますが、それでもあのレーンが徐々に遅くなっているというんですか、うん、そうですね、ボールの曲がりが大きくなってきているのがある、そうなんですかね、摩擦がだんだん強くなってきたと感じているんでしょうね。長谷川順調にいった。はい、いやー、来ました、綺麗なストライクです。はい、この後も目が離せない展開が続く。決勝戦は5フレまで終え、3フレからストライクを続ける小池がトップ。ゲームは第6フレーム。30ピンリードしながら、ね、小池は行きますのでね、それを追いかける安藤、長谷川ですからね。ここでストライクが欲しい。はい、あーと、とにかく10本が倒れるバランス、それから回転方向などを今考えていますという安藤。なかなかストライクが来ません。さあ、小池、連覇に向けて、ゲゲゲ、うわー、ゲゲゲ、うわー、また来た。4連続強い。ものすごい安定感ですよね。本当ですね、クールに来てますね。さあ、これは2本あります。はい、これから長谷川が行きますが、丸山さん、あのプロボウラーの皆さんでイップスというのはよく見ますか？たくさんは見る方のスポーツではないと思います。ですよね、そうですね、はいはい、あのすごく単純に歩きの中にあの運動をつけてるだけですから、はい、そんなにあの方ではないと思うんですけどね。精神的なものの部分の方がかなりやはり占めてると思いますよね。そうなんでしょうね。さあ、これは、はい、よいしょ、惜しい、倒れて欲しかったですよね、今ね。ダブルが欲しかったところですが、残った。2人ともこれで40ピン差小池と離されましたよね。つらいですね。とにかく2つ3つ続かないと差は縮まりません。三者三様で投げてます、ね、本当ですね、そうですね、
ただ視聴者の皆さんでこう参考にしていただきたいのは、座る姿も例えばこう池崎しっかりと背筋を伸ばしてという形でですね、とてもいいバランスのいいものをずっと持たせてますよね。本当ですね。さあ安藤、そろそろよいしょ、安藤のラッキーストライクが、ね、安藤らしいですね本当ですね。ボールがそれほど速い方ではないのでピンの倒れ方もゆっくりですからね、はいはい、まあ、倒れたら倒れたでも同じですからね、ストライクはストライクですので。ですね、さてどこまで来るか、熱い、うわーっと、ピンの弾ける音が違います。小池崎47、48、49期生というのが強いですね今。そうですね、活躍してくれてますよね、はい、夢とか希望とかも見せてくれてると思います ね。 本当ですね。長谷川、あーと熱いか、うわー割れた、これは痛いですね。この終盤に入ろうというところ、致命的な痛いスプリットです。これを、おい、長谷川があの1回戦2回戦のおっおいと、あの粘りがちょっと見られません。このまま小池が走るのか、この後第68代女王が決定。決勝戦は7フレまで終え、依然小池がトップ、それを安藤そして長谷川が追う展開で終盤第8フレーム。さあどうか、いいボール、いたー、はい、これは完璧なストライク来ましたね、はい、い一歩縮みましたね44ピンが34ピンに、ほう、はい、目標は230ですというふうに言う安藤、まあ、そうでしょうね、相手の小池がもう1回戦準決勝と220点ですからね、そうなんですよね、230をというところは計算するでしょうね、はい、いけ、うわー強いボールだ小池崎、ここでまたストライクが来た、これももう230はいきそうな勢いですね、ペースですね、はい、はい、あーいいボールだ、長谷川持ってきました、なんといってもこれでようやく3つ目のストライク、オープンフレームが2つあります。長谷川苦しい展開ですけど ね、 そうでしたね、頑張ってほしいですね、ここが続けられるかどうかですよね、そうですね、はい、勝負は大事なところのファンデーションフレーム急フレですね、うん、さあここで来ないと、いい投げ、来ないと、いやーと残った、今日はこの小池崎のボーリングが光っている決勝、これうわー投資、そういえばこの小池にミスというのが本当に見られませんね、そうですね、この第2戦でいきますとスプリット1回で、このゲームもないですからね、そうですね、1回だけですね、あとは全くないですね、8本スペアもこ の、はい、このゲームのファーストフレームだけで、あとは全て9本スペアですから ね、 まね、はい、ういしょ、さあ長谷川雅美、あった、うわーこれで3つ目ですか、まあ、この辺の部分はイプスとは別な課題というところで捉えていって、また立て直してきて、この戦いの場に戻ってきてほしいという形ですよね、そうですね、さあ、あと、さあ
安藤はいやいいところに行ったと思ったんですが取れません。この段階でもう192点までしか行きませんので、はい、小池今198点ありますので、はいはい、優勝小池が確定いたしましたね。確定ですね、はい、この68戦勝てば決勝で勝って5ポイント第2位で3ポイント3位が1ポイント。おっと逆にいった、危ない危ないというポイントを積み重ねていくわけですが、これで小池は20ポイント早くも第2戦で決めました。凄まじいですね。本当ですね。これで連覇、そして次回シリーズチャンピオンも取るんでしょうか。夢のグランドスラムへの挑戦はすることは確かですよね。本当ですね、はい、完全優勝ですからね。そうなるとはい、1回戦も準決勝も全部220ですから大したものです。うわーどうしてもはい、結局190ピンという安藤仁美、残念ながら初優勝なりませんでした。小池咲に連続優勝を許しました。その小池最後の一投は決まった227ピン第68戦を制しました。トータル20ポイント。丸山さん予想された通りの安定感優勝ですよ、はい、ちょっと隙が 見えないですから本当ですね、本当に次戦も楽しみですね、はい、それから随分苦しんだ長谷川、このゲームのゲーム自体はうまく作れなかったですけども、うん、一定の評価は自分の中であると思うんですね。そうでしょうね、はい、次のステップをぜひ見せてほしいですよね。Tリーグ68戦は決勝小池咲の強さが目立ちました。見事に優勝です。見事2連覇を達成いたしました小池咲選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しい気持ちでいっぱいなんですけど、それ以上に感謝の気持ちでいっぱいです。ここに集まっていただいた皆様や、テレビの前でいつも応援してくれている皆様のおかげで、勇気と自信を持てることができました。そして今日の優勝につなげることができました。いつも本当にありがとうございます。見事連覇を果たした小池選手には優勝賞金30万円が贈られた。この結果ポイントを20に伸ばした小池が早くもチャンピオン決定戦出場を確定。残り2枠を最終戦で争うこととなる。 Tリーグの魅力と疑問を徹底調査。 Tリーグサポーター中島咲のちょっとリアル。今回のテーマはトレーニングです。話してくれるのは桜井真理子プロです。よろしくお願いします。お願いします。キュートな笑顔とダイナミックな投球が魅力の桜井プロ。桜井さんはいろいろトレーニングをしているとお聞きしたんですが、どんなトレーニングを試してるんですか。はい、ジョギング、ウォーキング、また体幹トレーニング、バランスボールとか使った体幹トレーニングと、あとはピアノが好きなのでピアノを弾いてこう集中力を高めようかなと思ってます。そのトレーニングのメニューは自分で考えたりするんですか。そうですね、自分では自信につながります。もう本当にイップスが苦しくって本当にやめたいぐらいに思ったこともあったんですけど、ボーリング楽しいんだなって思えた時間だったので、イップスと向き合って乗り越えていきたいと思います。悔しい思いを重ねるほどに優勝っていうのが、小池最後の一投は決まった。68戦を制しました。シーズン第1戦1回戦 D グループは、Z
前シーズン初のシーズンチャンピオンに輝いた鶴井アナミ、型破りなバックアッパー岩見綾乃、安定感を増す小林芳美の対戦、個性豊かな若手が顔を揃えたこの一戦、準決勝に勝ち進むのは果たして。フィニガーがしのぎを削る、トップが勝ち上がり、そして準決勝で2位になった2名のうちスコアの高い選手が敗者復活、そのワールドカードの選手を含めた3名で決勝を争います。各大会の優勝賞金は30万円、そしてパーフェクトを出した選手には賞金300万円が贈られます。1回戦 C グループは松永が8大会ぶりの準決勝進出、坂本が次回出場停止となった。続く1回戦 D グループ、戦うのはこの3名。グレーシュサンスポー鶴井アナミ、鶴井の勢いが止まらない。ここ6大会で1回戦敗退は一度だけ、第8シーズンでは第1戦で初優勝、シーズンチャンピオンにも輝いた。その訳は練習量が増えたので、その分安定感も前より増したんじゃないかなと思います。以前痛めていた右足もほぼ回復し、調子は上昇の一途。バリバリジムで鍛えてるんで、コンディションも万全、今シーズンも大暴れか。岩見、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こう右投げの小林芳美、そしてバックアッパーの小林芳美。来い。気合い入った。ストライク。いやー素晴らしい立ち上がり、小林。いいですね。シックショットの時から非常に落ち着いたプレーぶりが目につきますね。ですか。素晴らしい立ち上がりとなりました小林芳美。さあそして岩見綾乃、バックアッパーです。こちらから右に曲げていく、うん、バラバラとバラバラと揺れてますけどね、残念。9本、惜しかった岩見綾乃。さあそして出てまいりました第8シーズンのチャンピオン鶴井アナミ、新女王ですね。だいぶ右足も良くなったみたいですから、はい、思い切って投げてもらいたいですよね。気持ちも新たに第9シーズンの1投目。おっと、ちょっとボールの離れ方が甘かったですね。大丈夫でしょうか。ちょっと難しい5本ですよ。岩見、ここは確実に取りたいか。もう素晴らしい。1回目の出場ですよね。そろそろ勝ってほしいですよね。 P リーグ9回出場していますが、まだ1回戦を突破したことがありません、岩見。さあ鶴井5本ある。わあ、これは見事なスペア。ギリギリでしたけども上手ですね。素晴らしい。なんといっても第8シーズンのチャンピオンです、鶴井アナミ。さあそして小林芳美、第1フレームはストライクでした。引き離したい。落ち着いて投げた。おっと、アンラッキーです ね、 ねいい球だったんですが。さあそしてこの岩見、猫の今日は入れたちなんですかね。そうです、衣装は猫猫だそうですが、ね、おっと一番ピンに当たらない。ちょっとミスショット、この辺がなくなるといいんですけどね。問題ないですね。はい、落ち着いています。調子が良さそうです、小林芳美。岩見ね、自分の練習では300も出せるようになってきましたから。そうなんです、ここ最近の練習でパーフェクトが出たと。調子は良さそうですけどね。惜しい。1本残した。オープンになってしまいました。この辺がもったいないところですね。しかしまだまだ第2フレームが終わったばかり。さあそして鶴井アナミ、この1年 P
P リーグ6戦中1回戦負けは1試合しかありません。安定しています。来い、よし、 OK、 入った、来た、すごい第2プレーに来ました。あんなに大きな声をしてくれるなんてなかなかなかったですよね。びっくりしました。今ちょっとキャラクターが変わりましたね。女王になるとやっぱり変わりますね。静かに燃えていたんですが、いいですね。鶴井ファンはたまらなかったでしょうね。来い、おストライク、森山さん、小林芳美いいですね。いいですね。ターキーの予定だったんですが、ボール変えましたね。岩見変えましたよ。変えた岩見、外側から狙っていく、どうだ、ストライク、第3フレーム来た、良くなってきましたよ。思い切ってますね。ここから上げていく岩見綾乃、なんとしてもこれ1回戦を突破したい。 P リーグで1回勝ちたい。そして鶴井です。かなり足が良くなったんで、トレーニングもして少しね、多くなったみたいですよね。右足が良くなりました。もうちょいです。今回は髪も黒く染め直しました。鶴井、第8シーズン優勝してもう1回初心に戻ろうという気持ちがあるそうです。この後も白熱のゲームが続く。小林芳美、岩見、鶴井の対戦となった1回戦 D グループ。第4フレームは全員がスペア。ゲームは鶴井とトップを争う小林の第5フレーム。さあ、そこを全部弾き飛ばしたい。ストライク。10本のピンがきれいに飛びました。ナイスボールです。岩見も。なんとか1回戦を勝ちたい岩見綾乃。はい、あ、来た、ストライク、いいですね。小林芳美に続きました。岩見もストライク。第5フレーム。さあ、そしてきちんとこうノートにメモします。こういった几帳面な面もあります。岩見、大事なことなんですよね。こういうこともほとんどの選手が今やってますよね。はい、はい、タイミングはそれぞれですけどもね、1回1回各選手もいれば1ゲームの単位で各選手もいますからね。さあ、そろそろストライクが欲しい鶴井。危ない、これも1本残った。危なかったですよ。鶴井は今日ストライク1つしか出ていません。カウントが同じ球でもですね、ボールがいわゆる落ちたところ、奥でボールが落ちるっていう表現をしますけど、まあ、向こうで機械で受け止めてくれるわけですよね。はい、その受け止めてくれたところがかなり右側に行ってますので、もうちょっと右側に行くともうスプリットの体勢に入るっていう危険察知をしなきゃいけないですね。なるほど。さあ、これはさほど難しくはないでしょう。ナイスペア、しっかりとスペアでまとめて、ゲーム動かないですね。はい、我慢が続きます。はい、さあ、ここでストライクを重ねたい小林芳美。くれば10ピンリードでの1位になりますよね。どうだ、わかった、連続ストライク、1本抜け出した。小林芳美、ゲームが動きましたよ。ついていきたいですね。しかも絶対に離されたくない。ボールもこっちもこれのボールで行くという形になりましたね。連続ストライクを狙う、どうだ、6ピン、勝負しに行きましたけど ね外側から狙っていきましたが苦しんでます。なんとか1回戦を突破したい岩見。さあ、第8シーズンの王者鶴井穴見、右足の状態も良くなってきました。うわ、力強く踏み込んでのストライク。やはり足の状態もいいですね。そうですね、藤井さん今おっしゃった通り本当にダイナミックなフォームになりました。
取ってストベアを取れ、どうだ、難しいが取ったステア。この後も行き詰まる接戦が続く。1回戦 D グループは6フレまで終え、小林がトップ、それをワンマーク差で鶴井、さらに岩見が追う展開で第7フレーム。さあ、そしてここで3つ来るとまたリードする。来い、ああ来たー、3連続完璧でしたね。ここでターキー来た、小林が抜けた、大きいですね。なんと第8シーズンの王者鶴井が見つめます。どうだ、おっと、どうだ、来た、ミラクル、ミラクル、やったー、ラッキースパイク。こういった運も引き寄せていきたい岩見であります。逆にこれだけストライク2人が出ますとお尻に火がつきますね、鶴井も、鶴井もまだこのゲーム連続ストライクありません。鶴井穴見の第7フレーム、うまく投げましたね。あ、来た、ついてない、力強い掛け声が聞こえたんですが、もう普通なら 99% ストライクなんですけどね、たような感じでしたけれどもね、小林にとっては安堵した状況ですよね。よしよしよしと動揺しないでしっかりカバーしてほしいですね。鶴井の2投目ステアでしっかりとついていきます。第8シーズンの王者鶴井穴見が現在2位の鶴井と20ピン離れてリードしてますからね、小林、ここでもう一個来れば30ピンいきますからね、大きいですよね。さあ4連続なるか、おーっと天ピンが残った、ここでストライクは1回止まった小林芳美。そうすると岩見にもチャンス出てきますね、頑張ってほしい。大きく深呼吸、なんとしても1回戦突破したい10度目の正直。新たにボールを変えた、どうできた、どうできた、うわー、会場からも大きな拍手、積極的にしっかりボールを変えてやってますね。気持ちを強く持ってますね。225までありますからね、ワンチャンスありますよ。はい、前回岩見は203ピンという、まあ、自身の P リーグベストスコアを出しました。少しずつですがスコアが上がってきている岩見綾乃、連続ストライクが大きかった岩見、自分のペースにならない鶴井、あと3フレーム間に合いますでしょうか。残すは8、9、10、回戦ではなかなか負けないこの鶴井が苦しんでいる。きた、ストライク、素晴らしいですね、冷静に落ち着いたストライクでした。この後最後にドラマが待ち受ける。1回戦 D グループは8フレまで終え、依然小林がトップ、それを2マーク差で鶴井と岩見が追う展開で第9フレーム。どうだ、うわ、9本ストライクは来ない、チャンス、チャンスと見た。ここは岩見、ここで来ると来ないでは大きな違いです。連続ストライク来ています。初の1回戦トップはここが来るか来ないかの大事なところ。 P リーグでターキーを見せるか、面白い、来た、岩見も9本でした。はい、ナイスペアです。第9フレーム、スペアでまとめた小林芳美。岩見も続いてほしいですね、スペアですよ。さあ岩見にとっては難しいこの7番ピン、ない、ギリ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 間に合った。次戦出場停止になるかならないかというところを鶴井と競い合っている分だけ岩見は大事でしたよね。小林とはちょっと20ピン以上離されてますか。はい、24ピンですよね。さあしかしこ
この第8シーズンのチャンピオン鶴井が1回戦で負けるわけにはいかない。逆転するな、ここでストライク絶対必要。どうだ、はい、うわっと、黄色い信号が灯ります。1回戦突破が苦しくなった鶴井、20ピン差のままで10フレーム迎える。鶴井は1回戦突破が苦しい状況、それどころか岩見が追い上げてくる。まさか3位となって次戦出場停止ということは避けたい鶴井。ビッグ4みたいに6本スプリットなんか出てしまいますと200ちょろという形になっちゃいますからね。気をつけてください、気をつけてください。真ん中いった、割れた、危ない、うわ、なんということだ。そうするとですよ、岩見が全部持ってきますと204になりますから逆転もありえますからね。小林大ピンチ、鶴井にもチャンス、岩見にもチャンス。ここを 3本取っても203、はい、そうです。ストライク必要。さあどうだ、はい、ああ来た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 、ああ最後の助けがなかった。9本、当然小林狙いに行くでしょうね。鶴井も後ろで待ってますからね、208までありますからね。さあ小林はもう200は決まっている、200にどれだけ達成大きく回してきた、回してきた、あーと、あー惜しかった。3ピン足して203、小林よしみ203。岩見はスペアストライクで193、1位にはなれない、1位にはなれないですね。10ピン届かない。岩見は全部、あ、ごめんなさい、鶴井は全部ストライク持ってきますと208、208ですね。さあ鶴井はこの10フレーム1投目2投目ストライクが必須となりました。鶴井まず第10フレーム1投目、1回戦突破にはストライクが必要です。チャンスライク、まだチャンスを残す鶴井、ちょっと内側にボール落とし気味だったんですけど救われてます。チャンスを残した鶴井、岩見も検討しました、ストライク、今回も検討しました、193ピン。さあまだワンチャンス残している鶴井、それを見つめる小林よしみ、くればほぼストライク、くればほぼ勝ち上がり、来なければ小林よしみの勝ち。どうだ、大事な一投、この一投来た、この一投来た、ストライク、新庄第8シーズンチャンピオンの強さ、強い、最後の最後ストライク2つ、今198点まで来ましたからね、5本ではダメです。6本倒せば6本以上で1位通過です。なんという大逆転、ずっとトップを走っていた小林よしみを最後のテンフレで素晴らしい、すると207ピン、最後大逆転、第8シーズンのチャンピオン鶴井やなみ大逆転で準決勝に進出しています。一人ノーミスの鶴井が勝負どころを決め3大会連続の初戦突破、岩見が次回出場停止となった。最初やっぱりボール選択を間違えちゃった感じがあって、やっぱりボール選択とアジャストをしっかり勉強し直して、あと10フレー勝負今回も決めれば2位取れたんで、はい、勝負どころをきっちり決めれるように練習してきます。それ持ってきたチュリープロもあれですけど、はい、素晴らしいなと思いますけど、そもそもチャンスを与えた自分が悪いので、もうめっちゃ腹立つ自分に。9フレーにストライク持ってくれば10フレチャンスあるなと思ってたんですけど、9フレやっぱりタイミングちょっとおかしくなってしまって内にこぼれてしまって、と 6番ピンと10ピンが残ってしまったんで、でもそこはしっかり取れてよかったなと思ってます。 Tリーグの魅力と疑問を徹底調査、キュート中島咲のちょっとリアル。今回のテーマは
もしもプロボーラーでなかったらです。話してくれるのは森さなえプロです。よろしくお願いします。お願いします。個性的なコスチュームとバイタリティあふれる投球が魅力の森プロ。プロボーラーを目指したのはいつ頃からだったんですか？そうですね、ちゃんと、目標として目指すようになったのは、大学を卒業するときに、進路を決めるってなったときに、大学の先輩でプロボーラーの方がいらっしゃったので、うん、はい、相談とかして、はい、うん、その中でプロボーラーを私も目指したいと思うようになりました。はい、もしその時、プロボーラーを目指していなかったら何になってたと思いますか？そうですね、私大学卒業してから一度会社勤めをしてまして、まあ、不動産の事業部で働いてましたので、多分そのまま、はい、会社員だったと思います。はい、一度会社員になられてもボーディングは続けてたんですか？はい、そうですね、はい、最初は親の勧めもあって大学卒業してからは会社になったんですけれども、その間もはい、ボーディングはずっとしてまして、プロボーリングレディースの新人戦のアマチュアの部で優勝することができて、はい、親が納得してくれてというか、それで、はい、プロテストを受けることになりました。そうだったんですね。もし次生まれ変わったらどんな職業にしたい？そうですね、私あんまりちょっと喋りが得意じゃないので、そのスラスラ喋ってこうピシッとしてるアナウンサーさんとかにすごく憧れがあるので、なってみたいななんて思いますね。ボーリングは私にとって天職です。熱戦の予感漂う B リーグシリーズ2023第3戦。1回戦 B グループは出場停止明けの3人、鈴木亜希、小林歩美、尾上萌香が激突。ここからの巻き返しを狙う3人の戦いは終盤まで三つどもえのデッドヒート。激戦を制し準決勝進出を決めるのは誰なのか。令和のブレイクガール、尾上萌香。今ビリですね、私ビリなんで。今シリーズは第1戦の1回戦でミスを連発。グループ最下位で第2戦は出場停止となり、現在獲得ポイントゼロ。総得点も168で最下位に沈んでいる尾上。ここからは上を目指すのみ。まあ、下がることないので、まあ、焦りますけど、焦りすぎず、なるべくミスにならないような投球をできるようにしたいと思ってます。華麗なる左腕、小林歩美。公式戦優勝3回、Pリーグ優勝5回の実力派、小林歩美。その小林から衝撃の発言が。やばいですとってもやばいです。一体何が？自分のボーリングがよくわからなくて、今スイングもバラバラだし、スイングバラバラだから、その親指の抜けとかリリースもバラバラだし、だコントロールもバラバラだし、悪循環でどん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 ひどくなっていっちゃって、今が多分ピークですね。そんな厳しい状況の小林を奮い立たせるのは、久々にレーンに戻ってきたファンの応援。せっかく久々に皆さん来ていただいてるんで、そこはもう今できることをやって。Thank you.
その中でも最善のパフォーマンスを見てもらえるように、はい、なんとかまとめます不調を跳ね抜けるパフォーマンスを見せられるか。東海のファンキーガール鈴木亜希、今シリーズ出場の24人中スプリットメイクの回数1位、マーク率も5位と手堅いボーリングの印象が強い鈴木だが、手堅いだけじゃダメなんですよね。手堅いで勝負できる子たちじゃないので、今回の相手は P リーグベストスコアがともに268、勢いに乗ると手強いこの2人、勝利をつかむためには手堅さとさらに楽しく投げたい。そうそうそう、もうパワーをいっぱいもらって楽しく投げたいです。はい、お願いします。グループ A では三浦美里選手が見事に勝ち上がりました。さあグループ B、 矢野さん、はい、なんといっても小林愛美選手がもう実力的には今もう勝ち数もすごいですもんね。そうですね、ただね、ええ、今回この3選手、はい、前戦第2戦ですね、3名ともお休みした選手なんですよ。あ、そうでしたか、はい、なるほどね、はい、ああ気合が入ってるんだろうというふうに思います。でしょうね、小林愛美見事にストライクでスタートしました。そして鈴木亜希、おーと、おー、10番ピンが最後に倒れた。鈴木選手もあの41戦に勝ちましたが、もう久しぶりですもんね。そうですね、そろそろまた勝ってほしいですね。そうですよね。そして尾上萌香、こちらは熱い、うわーうわー、スタートから大きく割れてしまいました。練習ボールで3選手ともまだこう完全に攻め方が決まってないかなみたいな、あ、そうですか、はい、そんな感じだったんですね。あ、投手、はい、お、まあ、ゲームの中でアジャストしていくという形になると思います。あ、なるほどね、まあ、じゃあ探りながらというところですか。さあ1フレー来た、小林が、おお、今は、はい、今矢野さん完璧なポケットじゃないでしょう。薄めでね、あのピンアクションがね、ついてましたね。この IB ボールではどうなんですか、これまで割合厚め厚めの方がいけるということが多かったですよね。そういう傾向が多かったですね、はい、わあ、うわあ、これこそいいところに行ったんですが残念取れません。この尾上は52期生です。さあ、おー、倒れた、はい、はい、見事なストライク。さあ、オープンから取り返した尾上、さあ、こちらは右に、はい、ここからゲームは大激戦。この番組はピザーラとご覧のスポンサーの提供でお送りします。小林愛美、鈴木、尾上の対戦となった1回戦 B グループは小林がダブルスタートを決め一歩リード。ゲームは第3フレーム。さあ2つ来て、ミッザーと、小川さん、はい、小林愛美ですが、はいはい、今自分のボーリング人生の中で、ええ、一番ボーリングが良くない状態だそうですどん底ですと話していましたこの、はいはい、B リーグで勝っていたいい状態に戻すまでは、はい、だいぶ時間がかかりそうだと話していました。ですが今日はとにかく開き直って投げますと話していました。その小林がただ1フレー2フレー来て、あ、これは9本で1本残ってますがな、あれ、あまりミスする選手ではないのですが、まあ、この辺が自分で言ってる調子が悪いというところなのかもしれませんね。なるほど、
よしよし、はい、さあそうなるとこのオロウエにもチャンスがありえます。はい、取った。1フレは痛いスタートだったんですが、はい、尾上プロが今ストライクを2つ重ねてダブルを出して、はい、そして小林歩美プロがダブルでミスでしょう、はいはい、結果的に3センチ今並んでおります。うわ、さあこちらに移って、あれ取れない小林。鈴木亜希が4フレ、今そうですか、もうリリースの瞬間から、はい、集めという、そうですね、投げた瞬間に、やばいと言ってましたねさあこれは大事に、はい、当たって、はい、これは取った。これで尾上にストライクが来ますと、はい、そうすると尾上プロが一歩リードという形になりますね。さあどうか、大事なターキーが、うわーっと惜しい、来ない、ちょっと薄すぎましたね。薄かったですか、はい、小川さん、はい、本幸さん、尾上萌香ですが、はいはい、私もプロ5年目、うん、ファンのみんなにいいところを見せられるように投げたいですが、うん、今回有観客、観客の皆さんをプレッシャーに感じないようにすることも自分の課題ですと話していました。ご覧のように、あ、両側に久しぶりにファンの皆さんが観戦に来ました。そうなんですよね、あの、観客がいない、まあ、3年半の間に初優勝というのがね、はい、4名いるんですね。おうほうほう、そのうちの1人がこの尾上プロなんですよね。はい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 、あのやっぱりね、観客のね、ファンの皆様が見てる前でこう優勝っていうのをね、うん、やりたいなと思ってるんじゃないかなと思いますね。ですよね、あれが93戦でした、見事に勝ちました、はい、さあこの鈴木亜希が勝利から随分遠ざかってますが、あーっと危ない、うわまだ考えてます、はい、そうですか、悩んでいるという小林歩美が、うん、なんとか立て直してスペアしたがって、これ鈴木亜希とは、はい、ぴったり並んでますね、はいはい、そうですね、もう3選手ほぼ横一線という状態です、ですね、はい、ここでやっと、うわー、中盤までは大接戦です、大事に、はい、この後も三つどもえの戦いが続く。1回戦 B グループは5フレまで終え、三者ほぼ横並びの大接戦、ゲームは第6フレームへ。小林歩美、後半に力を、あーっと、いいスタート、1フレ2フレダブルできたんですがね。鈴木亜希はよいしょはい、びっくり、ラッキー、ここで倒した、全然イメージわからない、さあん、今度は、はい、いやこういう状態です。あと、鈴木亜希のようにここでダブルが来たら一気にということになるわけですね。そうですね、はい、ストライクを重ねると少しこう、はい、なかなか今ストライクが出にくい状態になっているので、先にねストライクを重ねた方が優位に立ちますね。さあ、この上はあれ、いいボールでしょ、はい、
少し厚めにね、当てないと、ストライクになりづらくなってますね。もう少し、はい、中央の方にボールを集めなければいけません。はい、大丈夫ですね。うん、ということは6プレーに入って鈴木亜希だけがストライクを持ってきました。さあ、これまで P リーグ5回の優勝を数える小林歩美。はい、ボールを変えてきました。あ、そうですか。これどうか。あれ、うわー、これで7フレまで投げて、はい、5回9本カウント、はい、うそうですね。鈴木亜希、やばいやばいやばい、うわー、またやばいやばいが、なんのなんのストライ。いや、でもあのぐらい厚めでいいんですよね、はい、あ、そうなんですか、はい、鈴木亜希がダブルできた。よくわかんないけど、もう一回今声が届いたで、はい、さっきからどういうことなんですか。あのストライクを出すイメージが湧かないとか、どうやったらストライクになるか分からない、とりあえずポケットに集めながらっていう形なんですけれども、なるほど、まあ、そう言いながらね、1フレーム目からもう本当そういう形で少しずつスピードを調整したりいろいろやってるんですよね。あ、さあ、尾上は、あー、倒れた。7番ピンが最後に倒れた。この後、三者譲らぬ激戦の決着。1回戦 B グループは7フレまで終え、1人ノーミスの鈴木がトップ。それをおよそ10ピン差で尾上と小林が追う展開で第8フレーム。さあ、この投球はどうか。あれ、この残り方を見るとやっぱり悩みの結果なんですかね。まだイメージが湧いてないところですね、はい、ただ先ほどボール変えて、はいはい、こちらのレーンは最初の投球だったのでね。なるほど、はい、まだ分からなかったというところです。おっ、ターキー来た、ターキーが来た、今度は満足そうです、はい、うわー、鈴木、いや、鈴木プロね、こういうパターン多いですよね、はい、そうですか、はい、あのスタート時点で分からなくて、はい、徐々に合わせていって最後あのストライクを重ねてね、あのスコアを出すっていうのをよく見ますよね。1フレずつ1投ずつやっぱりいろんなことを修正しながら、はい、頭に入れながらということなんですよね。その通りですね。さあ、これでついていきたい。うん、うん、おー、また7番ピン。あの、あーという声はあれ薄め、はい、ですね。そうですね、2回続けて薄めでね、はい、来ましたね。はい、まずはラッキー、そして小林はあれ、まあこうやってあの結果ピンを見てると、なるほど、悩んでるんですかねという感じはしますが、そうですね、まあ、ポケットはつけるんだけれども、はいはい、10本倒れないというところでどうしようかという中で、こうストライクを続けられるとね、相手にね、プレッシャーになりますよね。さあ、さあ、これであのせっかくターキーが来た鈴木が、はい、今でもいい投球に見えたんですが、少しやっぱり薄かったということですね。はい、小林、はい、さあ、ここで鈴木プロスペアを取って尾上の投球を待つという形なんですけれども、尾上がねターキーを持ってこられるかどうかというところですね。ああ、これで尾上ターキーが来ると鈴木プロにマークスでは並んで、そうですね、はい、あとは下1桁の戦いになります。あ、ですから今小林歩美をリードはしている尾上が、あ、わあ、行くか行くか、あと、まあ、したがって最下位は次の戦い欠場2位で。
ワイルドカードというのがあるわけですが、こういうところは落としたくありません。はい、さて9フレーを終わりました。矢野さん、どういうふうに、はい、まあ、鈴木亜希プロが175、はい、8フレーム、ね、スコアが確定したところで、はい、尾上を10ピンリードしているというところですね。10ピン、わかりません、はい、そして小林が149ですか、はい、これで10フレーム3つ来 て, 3つ持ってきて90台、そうですね、でということですもんね、はい、もう3つ取るしかありません。小林、あ、まずは来た、そして鈴木は、うんうんうん、わーと、いやいや、鈴木亜希、尾の上萌えかの戦いはまだまだわからない。さあ小林は、おや、おや、うわ、これが中盤に来ていれば、そうですね、ここで小林プロがストライクを2つ重ねたということで、はい、尾上プロにプレッシャーを、ね、与えることができたんですよ ね, そうですね、少しかかりますね、これで199ということに次1つ取れば小林は持っていきますが、取っておきたい、取っておきたい、ちゃー、うわー、強い小林の投球ですよ、はい、ね、あの惜しかったです ね, そうですね、こういう攻め方が最後の最後にこう見えてきてね、そうですよ、もう少しこれが早ければというところだったんですけれども、はい、さてさて、はい、これを取りまして214でフィニッシュです。ですね、はい、尾上プロはさあトップに立つこともできるし、そうです、3位になることもあるという、あ、3位も大事な点フレなんですね。なるほどなるほど、ストライクを3つ続けると215で5、はい、1位になります。さあどうか、あ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 、矢野さん、はい、これはもうトライクしかないですね、トライクしかないですね、ですよね、はい、さあさあトライ狙った、あーとダメだダメだ、191ピン、うわー、これで、うーん、小林歩美が第2位、そして立ち上がったのは鈴木亜希です。投げた瞬間分かりました、あ、これ打ちミスしてると思って、割れなければいいなと思いながらもボールの行方を見るだけだったので、ああっていう感じです。笑いしか出ない。やっぱお客さんがあーってやってくれると顔が緩みますね。多分ないとそのまま自分でああダメだダメだダメだってこうなっていっちゃって、結局ラストのね、テンフレのパンチでしたっけね、はい、はい、それも多分お客さんいなかったらなかったかなとは思うので、結果的に助けられました、皆さんに。1ゲームしかないし、でもみんな多分飛ばないから飛ばしに来るから割れるとかっていうパターンになりうると思ってた。今日はちょっとシビアなんでやっぱりミスしちゃいけないなっていうところがやっぱ大きかったかな。強豪3名が激突。 B リーグ優勝11回、
去年の JBBA 三冠女王姫路うらら、優勝最多14回の絶対女王松永ひろみ、 B リーグを開幕戦から支えるベテラン三冠恵美香の対戦。強豪が揃った1回戦屈指の好カードを制し、準決勝に駒を進めるのは果たして。3大会を1シーズンとし、そのシーズンの成績上位3名でチャンピオン決定戦を行い、シーズン女王が決まります。上位3名を決めるのはポイントシステム。各大会の1回戦、準決勝、決勝戦で順位に応じてポイントが与えられます。そしてシーズン女王に贈られるのは賞金100万円。女王の座を目指し、総勢24名のPリーガーがしのぎを削る。今大会も18名のトーナメント戦、1回戦は6つのグループを各3名で戦い、トップが立ち上がり、大会の選手は次回出場停止となります。続く準決勝も3名で戦い、トップが立ち上がり、そして準決勝で2位になった2名のうち、スコアの高い選手が敗者復活、そのワイルドカードの選手を含めた3名で決勝を争います。各大会の優勝賞金は30万円、そしてパーフェクトを出した選手には賞金300万円が贈られます。1回戦 C グループは248のハイスコアで小泉が準決勝進出、小沼が次回出場停止となった。続いては1回戦 B グループ。気迫のボーリングジュース姫路うらら、2019年見事3回目の JBBA 三冠女王に輝いた姫路、 B リーグでも前々回大会で11勝目を挙げ、さらに前シーズン2回目のシーズンチャンピオン決定戦優勝と変わらぬ強さを見せているが、緊張します。緊張？1期生絶対女王ですから、注目度も高いグループでしょうから、初の無観客試合、いつも見られてる感じの緊張感があったんですけど、多分きっと今日はないですし、なんかどういう感じで試合の流れができるのかなっていう。今回が3回目となるこの総名での対戦、実は過去の2回は共に酒井が勝ち上がっている。勝ちたいっていうか、みんなでいいゲームをしたい、誰と遊ぶにしてもでも自分主体なので、自分のボーリングに集中して投げたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。P リーグ第15シーズン第1戦、通算85戦、1回戦 D グループの戦いです。解説は丸山隆プロです。よろしくお願いします。これ1回戦だったかっていうような戦いに、なんかそうですよね。もう優勝決定戦という感じにメンツが揃っちゃいましたけど。なりましたね、はい。ファンが選ぶ夢のドリームマッチ1かもしれませんね。本当ですよね。はい、姫路松永酒井の戦い。まずは姫路。いけ。うわ、9本。姫路は9本スタートとなりました。姫路うらら、松永ひろみ、酒井美香と、この3人が1回戦で揃いました。楽しみですね、どんな内容か。うわ、ストライク、酒井はストライクスタートです。さあ姫路も、もう相手が松永と酒井です。最初から本気モードですね。このスペアをきちんと取りました姫路。さあ姫路が投げて、酒井が投げて、そして松永です。ボールは9個持ち込んで今日は臨んでます。お、正面からストライク、ズバッといきました。いや、
や厚めかと思ったんですが、たまに勢いがありますね。よかったですね。満足の顔してますよ。さあ第2フレーム。おっと9本と本人としてはなかなか。で練習ボールまではさっきまであそこ全部ストライクだったんですけどね、ちょっと力に入ってますかね。はい、珍しいですね。さあそしてこちらは境美か。うわー連続ストライク、ガッツポーズも出た。このメンバーで誰かが1位で誰かが次戦出場弟子なんですよ。そうですね。さあ松永です。右と左ボール変えてますね。ボールをチェンジした。うわーストライク。この後レジェンドたちの好ゲーム。うわ来たストライク、締めに当てたストライク来た。うわストライク。姫路、酒井、松永の対戦となった1回戦 B グループは、酒井と松永がダブルスタートを決める好調な滑り出し。ゲームは第3フレームへ。少し鋭角。うわっと、それも通らない。なんといいボールだと思いましたが9本、うん、そして連続ストライクで来ている酒井。あっとこちらも9本だ。これは姫路に助かりましたね。止まってくれたのは嬉しいです。84戦、前回大会の優勝者です。この時 P リーグで初めて素手で投げたんですね、松永もね。どうだろうなんて声もありましたが、全く影響ありませんでした、はい、さあ連続ストライクからの、あー9本。3フレームは3人とも9本スペアということになりました。ストライクが止まりました。姫路ボール変えました。チェンジしてトライします。はい、さあまだストライクは出ていない姫路。うわ来たストライク、ここでストライクが来ました。彼女らしいストライクですね。完璧でした、さあここからストライクを重ねていけるのか姫路。酒井は一旦ストライクは止まりましたが、第4フレーム真ん中ら辺に行ってなんとか9本。今バランス崩してのミス投球でしたのでね、9本カウントはラッキーでしたね。ちょっと厚めに行きました。さて P リーグでは今日現在新型コロナウイルスの感染が急速に拡大しておりまして、ファンの皆様に安心してご観覧いただける環境ではないと判断して、今大会は無観客での試合となりました。その分選手は集中してます。ナイスボール。松永もストライク。はい、きちんとスペアを取りました。いけいけいけ。おっと、なぜか9本。ちょっと焦ってきましたね。波に乗れない。1人だけ置いてきぼりですからね、10ピン差とはいえ、10ピン以上のなんか気持ちの差があるような気がしますよね。なるほど。
さっきから集め集めに行ってますね。これは痛い。こういう時は絶対ミスらない姫路。さあこの姫路は第14シーズンのチャンピオンでもあります。チャンピオン戦を取りました。薄く当てた。狙いましたね。ナイストライでしたが惜しかった。酒井がここで止まりました。第5フレーム。さあ松永は第4フレームもストライク。第5フレーム、おーっと9本連続とはいきませんでした。なんかみんな意識してますね。ちょっとここはこの後もトッププロのプライドをかけた戦い。1回戦 D グループは5フレームで終え松永がトップ。それをワンマンされ姫路と酒井が追う展開でゲームは第6フレーム。おお、そこから戻して、ああちょっと詰め、何か納得の投球ができていない感じ。珍しいですよね。坂井第3位、2位の姫路と4ピン差を追いかけます。先ほど止まった坂井、おい、うわストライク。ここからまた勢いに乗っていきたい坂井。ストライクの後姫路、スペアちょっと一安心。前回大会チャンピオン松永博美、うわー揺れたが、あれ良すぎちゃったですね。ピンが残る、良すぎちゃいました。8番ピンがもう残ってしまいました。これは予想外だったか、はい、このメンバーでこのスコアというのもちょっとね、誰かが弾けるとみんなが弾けるのかもしれません。バスペアです。さあ今大会ここまで1回戦見てみますと230、240取らないと勝ち上がれないというような、はい、そうですよね、状況となっておりますが、中には220打っても3位というね、実際に出場停止もありました。重苦しい中を変えました。ボールも変えて勝負またし直してます。いけいけいけ、うわこれも同じポケットを捉えていますが、3回目のボールも同じ、うーんなぜなぜだという表情珍しい絵面ですよ、なぜだと、なぜ飛ばないこの天秤。松永も同じ思いなんですよね。思いですよね。お互いどうしてでしょうという表情でした。坂井は今度もこれ厚め、もうちょっと外が欲しいですね。8本、ここまでノーミスでは来ています。オープンフレームはありません。ただストライクは1つしか出ていないという姫路。天秤5回ですからね。これではスコアがやや伸びないか。これは問題ないでしょう。坂井は第5フレームでちょっとオープンフレームがあります。はい、松永もボールを変えたみたいですね。現在のところ松永が一歩リードといったところか。そうですね、でもわずかですからね。わずかの差ですね。10ピンあるかないかですからね。おー、飛んできたか。そこまで行きました。勝負しに行きました。でも9本なんともこう乗り切れない。みんなが首を傾ける。はい、そうですね。この後三者譲らぬ激戦のクライマックス。1回戦 D グループは7フレームで終え依然トップは松永。それをワンマン差で姫路と酒井が追う展開でゲームは第8フレーム。
わうわ真ん中いった、ストライク出したイメージを求めてたんでしょうけども、カウント7、うわこれで酒井とほぼ並びました。そうですね、ストライクチャンス、うまく出したが、あらこちらは薄いか、8本、重苦しいゲームです。でももう第8フレームです。スペア大事ですよ。さあここはどうだ、うわここは見事にスペア。さあ姫路にとっては残すところ第9、10と、うまく取って、はい、はい、こちらはきちんとスペアを取りました。酒井と姫路の2位3位の差が2ピン差、2ピン差ですね。さあ松永ここからストライクですと大きいですけどね、ストライクでちょっと一歩抜きんでるか、このドリームマッチ果たしてどうなるのか。もう外へ出した、薄めに当ててストライク来た、第8フレーム1人ストライクが来ました。さあ来た、ラインを変えましたね、外側へですね、上手でした。出た、もう姫路はここはどうする、もうミスはできない、3個目の変えたボールの右側やっぱりこっちで使いたい。計算外ばっかりですよね、頭の中の計算が全部ずれてます。さあこれは酒井との2位争いも結構熾烈になってきた、しかもストライクだとアドバンテージ高いですけどね。来た、うわストライク、酒井がストライク、なんと1ピン差で10フレーム迎えます。ストライクを持っているのは酒井、第14シーズンのチャンピオン姫路、窮地に立たされてますね、1回戦苦戦しています。どういう10フレームになるんでしょうかね、まさかこの第15シーズン第2戦に出られないなんてことがあるのか。松永はどう狙うんですかね、またボール変えましたね、これ左側のレーンで使ったボールをそのまま使うんですね。なるほど、勝負に出た、ドボンといったら3人並びますよ。そしてストライクだと差をつけることができるが、重要な一投、外へ出た、どうだ、ストライク、連続ストライク、読みが当たりましたね、一歩二歩出ました。こうなるとやっぱりもう2位争いですよね、これは熾烈な2位争い、別な言い方すると実戦出場停止をかけた戦いのテンプレです。先に投げるのが姫路、酒井は第9フレームストライクを出している。ボール変えて勝負、ボール変えて勝負、ストライク。さあここはどこまでスコアを伸ばすか、ただアドバンテージあるのは酒井の方、9フレストライクですからね、ここ1投目来ると大きいですね、はい、一気にまくります、9ピンになりますからね、9ピン差になりますからね。さあ大事な1投となる酒井、2位浮上へかけた1投の思いですよね、打ちミスしないように、大きな大きな一投、どうだ、投げて戻ってくるか、うわ割れた、うわ割れた、痛恨のなんと割れた、ストライクの後だったが、足りないですね。うわさあ姫路はどこまで、こうなると来ちゃうんですよね、ほらうわストライク来ちゃうんですよ、見事なストライク、窮地に立たされてましたもんね。さあこれはもう狙うか、これは狙うか、狙っていった、いった薄く当ててった、飛ばない、酒井が痛恨の10フレオープン179ピン、まさかの展開です。姫路はパンチアウト202ピンで終えました。難しかったですね、いやちょうど変化してたんでしょうね、なかなか難しいレーンだったという話も出ています。投げ手じゃないと感じられないコンディションの変化だったんでしょうね、このボールがチョイスされたのが一番良かったわけですね、結果的に。
9本でした。うーん、もう勝利があるので確かめてましたよ今。なるほど、はい、自分が最初に投げてたコースでなんでストライクにならないんだろうというのをもう一回投げたんですけど、やっぱりストライクにならなかったですね。ここは丁寧に取ります。松永は214ピン、姫路松永酒井のこのドリームマッチ。ありがとうございます。勝ち上がったのは松永ひろみ、準決勝進出です。ありがとうございます。我慢の展開を松永が制し、2大会連続の準決勝進出。酒井が次回出場停止となった。自分的には好きなレーンだったし、いつもよりちょっと天秤も飛んでくれたんですけど、最後の点フレは投げミスです。ここもう一発持ってきたらと思って割ったらダメですね。青のボールがダメやったら黒のボール、黒のボールがダメやったら紫のボール、3案まで、第1案、第2案、第3案まで準備できてましたから、第1案がダメでも第2案でもなんとかできるっていう、まあ、ストライクが取れるという。鉄品をここへ持ってきてください。パッパッパッ。姫路さんに途中訴えられたのでどうしようかと思いました。天秤が飛ばないで途中で目ですごい訴えられてました。わかるそれと思いながら次のゲームにかけます。Bリーガーたちのさまざまな魅力を徹底リサーチ。神隠れは萌えの Bガーファイル。今回のテーマはボーリングのおすすめポイントです。話してくれるのは小池咲プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明るい笑顔と確かな実力が魅力の小池プロ。ボーリングのおすすめポイントは何かありますか？そうですね、みんなで楽しく投げれるところもあるんですけど、はい、逆に一人で自分のペースで周りに気を使わずにできたりするのもいいかなと思います。どっちもいいです。そうですね、みんなと投げるのも一人で投げるのもすごいおすすめです。ボーリングはどんな方におすすめしたいですか？私はボーリングは人と関わることが苦手な方におすすめしたいなと思います、はい、やっぱり一人でできるし、人が苦手な方でも、はい、そこからみんなと関わるようになってお友達ができたりするのかなって、はい、思います。ボーリングのため の, おすすめのトレーニングはありますか？そうですね、体幹トレーニングとかが大事なんだと思うんですけど、はい、私運動がすごい嫌いなんで。あ、そうなんですか。はい、最近は姉夫婦と一緒に大好きな水泳を始めました。好きなことをやるのが一番いいかなと思います。なるほど。ボーリングのおすすめポイントは自分のペースで好きなように楽しめるスポーツです。